主を育て、命を救い、塾講師をして。ガチンコ視聴クラブ。こんにちは、ガトマニです。和田です。店長です。小池ガルシアです。ネジバカナコです。ガチンコ視聴クラブ始まりまーす。いやー、前回で思ったんですけど、割とこれはライブハウスでこう知らないバンドを見るかのように、はい、飲酒しながら見ていただいてちょうどいいという噂がありますね。そもそも音楽は飲酒しながら聴くものですからね。うん、そうなんですよ。11曲目、カンタさん、活動地域、北米。すごい。好きなアーティストは、アンデモリ、ラドリムス、キリンジ、金子彩乃など。カナダに留学中です。こちらスーパーで働きながら英語を学んでいます。映画監督です。カナダが送ってくれてるわけですね。そうなんですよ。本当にもう活動地域に北米、南米、すごい、よかったって思います。楽しみですね。アーシャーないで。はい。キンベッド。感じっていうか、だから英詞で聞いたら多分私は印象変わるのかなっていう感じはちょっとしちゃったけど、それはでも英語コンプレックスによって深読み先生の深読み発言していいですか？どうぞ。やっぱこれカナダで書いてるじゃないですか。やっぱ今英語学んでるっていうことで、彼が今英語モードに入ってると思うんですよ、ね、だからその言葉の置き方が多分英語の置き方になっていて、今ふわりがおそらく微妙にその切る場所が J にいながら切ってると句読点の場所が微妙に違うんじゃないかなってちょっと僕は深読みしました。なるほどね。日本語だってさ、持ってる言葉によってメロディーが変わってくるからね。なんかカナダの針葉樹の中で弾いてるんでしょうね。ドアタムランペットのメープル感はあるね。そう、それの景色はね、ものすごく聞いちゃったからかもしれないけど、広がりましたね。これからだから生活していく中でも多分
変わっていくところあるんでしょうしね。ほら AC 聞きたいな。あ、確かにそう、もうシンプルに AC っていうのは。そうですね。だその割りの違う感じとかもある意味面白い部分にはなってくるんだろうし、そこはやっぱ歌唱力でね、さらにカバーというか、できたらこれはこれで面白い。ありがとうございました。ありがとうございました。中川雅俊さん、お、知ってます。知ってるんですか、はい、東京都で活動してて、迫力弾き語りを特集のソングライターです。世界の終わりとスミスです。どうぞ作ってます。気になりますね。世界の終わりとスミス。世界の終わり好きだったんだって今俺は知りました、ね。なんで知ってるんですか？出店してますね、うちのお店に。はい、そうだ、レイジー、レイジーバー、まあ、ラグナの方がメインですけど、ドドン、こんな場所なんだ。ちょっとリグミアウトのね、そうだね、ユーゴ君の映像っぽい。ただ、これまさに世界の終わりとスミスが言うスミスがあるよね。そういうことですね。マスクさんで、私、あなた、私。プロでした。プロにライブしてもらいます。なんかこう、こう、こうしたらどうでしょうか。マジでない。僕は弾き語りが見えたらどうか。ああ。こんな感じなんだ。もうちょいちょっと暗い感じなんですけど。すごいね。一人でこんな吹き込んでる。感覚。感覚。感覚。出ました。出ました。あ、またどうした。続きまして、ユラナス。神奈川県、青森県在住の検索で結成。ギターボーカルの鈴木さんは福島県出身、現在は福島県で獣医師をしている。ベーシストの茂木さん、長野県出身、現在は群馬県で養豚農家をしている。動物つながり。ドラマは、米野さんから、米野さんから。は、山形県出身、現在は神奈川県で塾講師をしています。おお、これは覚えられません。すごい意表つく話ですね、これ、ね、初めて見た、こんな話を。はい、この中に養豚農家がいるんですよ。で、セイハローです。
カラオケでこの歌い方されたら多分みんな弾いてステージでだったらこんなコマも最高っていうか、ね、パートがね、なんか強いんですよ。強いですね。ベースが良いですね。ベースがね、4本ベースは4本だ、すごいな。命を育て、命を救い、塾講師をしてすごい忙しそうなのライブとかもされてるんですよ。福島、群馬、神奈川で勝地神奈川と神奈川でライブしてる。難しいね、すごいよ。いわゆる土日系とは思いつつ、はいはい、まあ、全部レベルがやっぱり、うん、ね、だいぶいいね。そうなんだけどね、ダンとかレトローズとか、うん、そういう、うん、もう好き嫌いのレベルです。そうですね、はい、はい、ね、これは好き。ユラナスでございました。はい、ありがとうございました。浅はかな沼ラジオ、ボーカルが多分ボーカロイドです。で、エンターとして浅はかな沼ラジオ、好きなバンドレトロールズレディオヘッド1975です。なんかまあ投稿順で紹介してますが、ちょいちょいこう微妙なリンクがね、すごいね。写真はありません。山梨県浅はかな沼ラジオです。全然そこのバックも見えない感じがまた不思議ですけどね。確かに、そうかも。でも俺あのナインティファイブとかのなんかあのメロディーとかは似てんのかなとかちょっとは思ったりしつつ、もう一人ぐらいだし、
っていう、うんうん、バンドサウンドをメインに聴いてきた側からするともう一個の期待感っていうのが、うん、そっからもう一個なんか欲しいな、メロもめっちゃ良くて、ね、サビでパンといかなくて感じがもしかしたらあるかもしれない。歌終わりのね、感想のフレーズとかはこうっていう、はい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 、要所要所そういうのはありますね、やっぱ人間が歌ってても全然そっちも聴いてみたいなっていう気持ちはありました。なんかちょっと新たな提案なんですけど、これ僕思うに一個前に聴いたユラムラスの曲をこの人がプロデュースしたらちょっと気になります。それはまた気になる。気になる。僕はね、ちょっとそのユラナスのちょっとこうバンドグルーヴっぽさをもうちょい向きしたいなって個人的には思った。あの別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて個人の好みなんですけど。勝ったら絶対。すげえ順番で来てる。コラボっていただいて。大いです。まさかの沼田城さんで。これ15曲目はアンモナイト、多分ソロですね。東京都は知ってる。はいはいはい、僕はでもね、めっちゃ前にちょっと聞いたぐらいで、でもあのボーカルのかなは分かりますね。クラブ終わりの朝方の富士そばで、サンプラーギター見合いに、俺らで踊れる曲作ればコスパよくねの一言でアンモナイトを決めた。チャラいっすね。出演中でダストパンクを聴いていたギャルなのに影響、実感のような安心感のメロディーと好きな女子に気にされたくて打ち明ける男子のようなバッティングが特徴。好きな楽はダストパンク、ジョン・メイヤー、 EDM パンクで集めるとあります。気になる。いいプロフィール、プロフィールね。いや、明日はこんな感じです。かっこいいやないか。かっこいいですね。かっこいい。アンモナイトでチャイナタウン。失わないでほしいですね。まあ、彼は多分だいぶ生きてますね。はい、生きてるけど、このままでいてほしいですよね。ままなんかね、この変にこう彩られてほしくないなぁ。めちゃくちゃかっこいいね。欲しいね。この構図もすごい。あ、でも映像とかは結構いろんな撮り映えがありそう、ね、ありそう、ありそう、ね、そうね、どんどん死にたいですね。またでもこう、伝わっていくんじゃないですか。それでアンモナイトってなっちゃう。
アンモナイトでございました。後半に続く。Let us apart.